和島高校初戦敗退というですね、まあ、悔しい結果には終わりましたが、まあ、正直ね、もう平林が打たれたなら仕方ないっていうちょっとそれをねやっぱ感じる部分がねやっぱあるからね、これに関してはもう誰を責めることもできないね、うん、いやまあまあいいもういいっていう言い方はちょっとあれだけども、まあまあしかしこれは切り替えていこう。ああ、いやもう終わったんだから夏はね、夏はもう終わったんだ、甲子園行けただけでも十分進歩したじゃないかと、そう思っていこう。さあ徳山をキャプテンに据えた新生和島高校、始まっていきます。さあ徳山がついにキャプテンと、まあ我々の前に今立ち塞がっている一番の問題は秋大会なんですよね。今までね、3年生の寺田のキャッチャー B、 そして平林の絶対的エース感、この2つのみで勝ち上がっていましたが、果たして投手力が格段に落ちたうち勝てるのかどうかっていうのがねやっぱりちょっと心配でありますな。いやまあまあしかしなんだろうな、やっぱりうちにもね1年生選手っていうのはもう結構いたはずですから、その1年生選手2年生選手っていうのがこの甲子園に出た経験を積んだ人たちが引っ張っていってくれるんじゃないかなと僕は思ってるわけですね。さあ頑張ろう秋大会ね、地区予選ぐらいは勝ちたいね。地区予選ぐらいは勝てると僕は踏んでるんですけどね。さあオーダー設定だ。まずオーダー、投手力ガクッと落ちたなやっぱ平林いないと投手力ガクッと落ちるんだな。じゃあ気を捨てて帰るか、まずオーダー設定かよ。はい、徳山4番、まあまあ仕方ない部分、仕方ないっつうかまあそうだろうね。荻野1番、今泉5番、今泉を1番に据えてもいい気がするんだよな。なんかどうしよう、小田原はまあ3番、チャンスに弱いからちょっと3番に置くのもちょっと怖いんだけど、菅原がついにあのムードとエラーを持っている菅原がついにレギュラーに食い込んできた、すごく外したい気分。今泉を1番バッターとして育てあげよう。で2番を起こしよう。3番に岡ちゃんがいて、4番徳山、5番小田原、菅原怖えな。だってムード悪いんだろ、こいついるとムード悪いんだろ。じゃあもうちょっとこいつベンチ外にする、こいつベンチ外できねえ、そうベンチ外できねえのか、悔しいな。さあすごいチーム力が格段に落ちましたね。いやでも高杉がいるからね、うちにはまだまだ高杉というね投手がいるから、次期エースとして大事に育て上げてきたこの高杉がいるから。高杉小田原のバッテリーはどうなんだろうね、まあ、そこら辺に関してはおいおい分かってくることなんだろうけど、どうなんだろうな。平林抜きのチームが今のところ考えられなかったからな。3年間平林に投げさせ続けたから平林以外のピッチャーが先発をやっているっていうのはちょっと想像つかないんだよな。いやまあしかしやっぱりね、そういった、まあ、そういったことというか、まあなんて言うんだろうね、まあまあまあ全然、まあ、そういったね、一人に頼るチームって、ワンマンチームっていうのも、ね、あんまりよろしくないから、やっぱ、それ平林抜けた後だから、平林沼田、寺田が抜けた後だからこそ、みんなで戦っていく野球、これを目標に頑張っていこうじゃないか。徳山が引っ張っていってくれないと思うから、徳山は絶対に引っ張ってくれないから。さあ、小田原。パワーヒッター持ってるからな。ここはどうしようかな。キャッチャーだからブロックとかちょっと欲しいんだよな。ただ、キャッチャー、プラスねえか。どうしようかな。とりあえずチャンスに弱いのをどうにかしたいんですけど、ブロック丸つけるか。ああ、小田原、お前はなぜブロックを覚えらんない。なぜブロックを覚えない。お前の野球人生で一回もブロックをしたことないというのは嘘だろ。小学校から野球やってきて、ブロックやったことないやつなんかいるのか。いるのか。まあ、小学校時代はないだろうけど、中学校ぐらいからだんだんって覚えてくるもんだろ、これは。さあ、エースピッチャー、高杉はもうすでに148キロという、なかなか、速すぎる球を持ってるからね、なかなか期待できるんじゃないかな。で、リリーフピッチャー熊谷がいて、宮原はカーブをもうちょっと上げて、そうだな、萩原はでも何を、もうちょっと制御上げるか、そしたら、ちょっとリリーフで投げれるぐらいにしとこう。で、小田原はじゃあ、そうだな、パワー C ぐらいには余裕になるから、弾道3にしようか。で、結城は、走力を上げよう。ちょっと、あまりにも低すぎる能力があると、ちょっと俺が打ってなる。打ってなっちゃう。もう打ってなる。もうやめてよねってなる。もうやめてよねやめてよねもう本当にって言っちゃう。
ごめん、嘘ついた。言わない。そんなことは言わない。さすがに俺もいい大人だから言わない、そんなことは。さてさて、守備。そうだな、新田しかサードがいないからな。とりあえず、新田しかサードがいないことを考えると、なかなか頑張っていただきたいもんですな。岡ちゃん、吹き上がったね。どうしようかな。じゃあ、肩かな。まあ、お前に関してはもう正直何も言うことはないんだが、そうだな。菅原はとりあえずムードを悪くするのをやめてくれればもう全然いつでもレギュラーに使えるんだけどね。がぜんムード悪くするからね、こいつはね。どんどんムード悪くしていくからね。無駄に偏差値だけ高いんだよな。偏差値だけは無駄に高いんだけど、ムードはすごく悪くするんだよ。これが良くないね。数日間の予定が変更されたと。あ、でもいいね。1とかが多いから。この恩恵を十分に受けれるね。さあさあさあ、あ、ここ全部、そうだな。急速いって、お、公式戦。来たね。ついに来たよ、公式戦が。は、初陣。お、どこだ?蓮田南。蓮田か。初めて戦うな、蓮田。公式戦1回戦相手ランク E とはいえやっぱちょっと怖いもんがあるな。スピードガン壊れたか。そうかそうか、スピードガン壊れたのでアイテムで保管しましょう。スピードガン、あれない。あ、でもこの辺使ってなかったんだ。あ、オッケー。まあまあいいとして、これはいいとして。いやー、公式戦か、緊張するね。お、宮原のコントロールが怖かった。やったね。やったじゃないか。ノックやって、ノックして、高杉のテンションが上がった。これはなかなか追い風だよ。高杉のテンションが上がったのは、これ追い風だろ。一回戦抑えるんじゃないか、これ。さあ、期待が一回戦。高杉の初先発じゃないか。ただ、スタミナがね、いかんせん D もないからね。これはどうしようもない部分あるんだよね。うん。系統だね。高杉4回。ああ、すげえ調子悪いな。上3人。上3人の調子がすごく悪い。これはあんまり頼んない方がいいな。岡ちゃんあげて、と。こんな感じでいっかな。これでいこう。とりあえず、もうピッチャーに関しては、ひたすら系統作戦。一陣一殺ぐらいのつもりで。まあ、一陣一殺してたら、4人目が9、もう8回と3分の2投げることになるんですけど、まあ、できれば4回ぐらいまでね、高杉が投げてほしいな。さあ、早速チャンスメイク。ここで早速チャンスが来ましたな。うん、そうだな、引っ張ってみようか。いや、もうこれはね、ここは1点取らないと。ここは1点取らないとダメですよ、時山さん。これ三振とかしたらもうつまんないよね。おーしよし、いいね、いいね。それでこそキャプテンだと。新キャプテンは違うと。キャプテンという役職に就いたからこそ、俺はもう得点できるんだというところを見せてほしいね。おーし、いいね。高杉も抑えてる。さあ、さらに徳山。ここはもう一本ホームランでも見たいな、僕は。僕はホームランでも見たいな。君は十分打てるパワー持ってんだけどね。いまだに2本しか打ってないね。俺の予定ではもうすでに夏大会で10本ぐらい打ってるはずだったんだけどね。そんなこともなかったね。よしよし、いいね、いいね。さあさあさあ、点こそはなんか最初の2点だけですが、まあまあ、でもまあ悪くはない。悪い流れではない。ただ高杉が予想以上に抑えてくれてるっていうのがやっぱありがたいね。やっぱ寺田が抜けた後のキャッチャーのリードの穴っていうのはあると思ったけど、そんな感じさせないね、あんまりね。さあ、1安打ピッチング、なかなか高杉が頑張ってるな。さあ、小田原、なかなか打ってくれない。小田原、そろそろ小田原パワーヒッター発動してるんだから1本ぐらい欲しいんだけどな。さあ、ここで徳山。徳山そろそろホームランみたいな。でも打率3割に乗せてきたのは偉いね。なんだかんだ打率は3割に乗せてきたね。いいね、いいね。キャプテンになってからなんか打つようになったね。できれば甲子園の1回戦で打ってほしかったのはあるんだけどね、正直ね。まあ、その悔しさをバネに頑張ってると思えばね。
さあ、ただチャンスに強いだけで5番に抜擢された露木。うん、ただチャンスに強いだけと言っても意外と打つときは打つ。いやー、しかしやっぱり1年生とかが増えてくるとあれだね、なんとなくだけどキャラがどんどん固まってきた気がするね。キャラがどんどん分かってきたね。今泉はなんか仕事人だね。今泉はね。今泉はなんか最初の方でこそもうくっそ下手くそとか言われてたけど、その悔しさをバネに頑張ってるね。さあ、そしてムードが悪い菅原、ムードが悪い菅原、なんかすごいムード悪そうな顔してるもんね。うん、いいねいいね。なんかなんだろうな、アホっぽいよね菅原、顔がね、アホっぽい、すごくアホっぽい。ここで強心臓を使い、さらに1点をもぎ取りに行く。これが和島の野球だと言わせんばかりの、言わんばかりの、言わせんばかりって言わせないみたいな、もう黙っとけみたいな、そういう感じになっちゃった。さあさあ、さらに続きます。ここで高杉、高杉はもうどんどん打ってくれ、もう打ってくれとしか言えないよ。高杉はなんかイケメンになりそうな感じがあるね。さあ、ここで1番岡ちゃんと、まあもう岡ちゃんはもう打ってくれるしか、打つぐらいしかもうないよ、もう貢献する方法が。惜しいね、なんだかんだ甲子園を経験してる人間だからね、岡ちゃんもね。輪島の甲子園初打点は岡ちゃんだということを俺は忘れちゃいないからね。うん、流し打ち。そしてこの荻野という男もなぜか今ファーストを守ってはいるか。本当は外野のレギュラーだった男、まあメインポジションファーストなんだよね。いいね、機能してるね、甲子園出た組が機能してるね。いいねいいね、甲子園に出たやつらがなんか機能してるね。なんだかんだ小田原お前甲子園立ってるからな、一回打席に打てはしなかったけど、惜しかったけどね。うん、小田原三音はもう失敗だな。小田原チャンスにとにかく弱いな。そして高杉が抑えまくってるな。高杉はすごく抑える。まあでもこの試合はもうね、さすがにここまで来たら勝ったろって思いたいよね。いかんせんピッチャーがあまり信頼度がないから、信頼度というか俺の信用がないから。おっと、ここでキャプテンの一発。9点差ついてもちょっと不安な部分は多少はあるよね。もしかしたらこれね、逆転されるんじゃないかなと思うんでしょう。しかし裏だから、ここであと1点入ればコールド勝ちと。だからもう高杉が今6回0失点だから、これでもう抑えまくろ、あ、これで抑えまくってから、これで勝とう、これ打ち勝とう。で、これ高杉に完封勝ちというお土産をあげたいね。さあさあさあ、引っ張って、今泉、仕事人今泉、今泉くん、今泉くん引っ張るんだよ、いいね。さあ、仕事人今泉が最後試合を締めくくりました。ありがとうございます。よし、さあさあさあ、新生和島高校コールド勝ちというなかなかね、華々しい試合展開から、進んでいきます。さあ、高杉が完封勝ちと、まあ、参考記録でありますよね。いいね、小田原弾道さん、いいね。まあ、正直パワーヒッター持ってから弾道いらないんだけどね。まあ、そこはあの見栄えを良くするために。さあ、ノック、小田原の知名度、埼玉の暴れん坊、うち定期的に暴れん坊を輩出するんだよな。さあ、秋大会の、まあ、地区大会の決勝かな、だね。ここで勝てば地区予選いけますよって話ですよ。荻野、菅原に行った、あー、荻野かな。さあ、向こうの野手がどんな人か分かんないけども、やっていこう。1番ってか、あー、そうだな、ファーストはとりあえず荻野じゃなくていいから、菅原を外すか。いや、まあでも正直ベンチにいるだけでムード悪くするからな。まあ、まあ、いっちゃいいんだよな、このままでな、このままでいくか。しかしこの守備がファーストっていうのはちょっともったいない気がするけどね。露木ファースト守れないのか、こいつファーストにしよう。露木をファーストに回して荻野を外野ポジションにコンバートすることによって、これで完全に守備陣がしっくりくるんじゃないかなと思ってます。
どうもティモンです。こんにちは。まさかここで挨拶するとは思わなかったでしょう。そして日高西、あれ負けたの俺ら日高東だっけ。2年前に負けた。あ、これ勝てるな。もう結構埼玉県内では割と敵なしな状態だな今うち。さあさあさあ頑張ろう頑張ろう。埼玉県で敵なしになりたいね。来年もぜひとも甲子園行きたいですな。てかむしろ今年は春の選抜行きたいからね。やっぱり甲子園出場は叶ったから春の選抜だと。うん、さあさあさあ。荻野は顔つきがいいね。なんかあれだよね、ダイヤのエースのシラスみたいな守備もうまいからシラスみたいな感じがすごいな。さあ1点入らず、なかなか点が入んねえな。そしてここで高杉ピンチ、ライク中心。ここは1点もあげたくないよ。1点もあげたくないよ高杉、あげたくないよ。おーし、OK。強気はイケメンなんだよな。野球は下手くそなんだけどな、イケメンだしチャンスに強いからな。スター性は多少はないともあるんだよな。荻野がリードオフマンとして頑張ってくれればいいんだけど、荻野ファーストでリードオフマンってちょっとわけわかんないことになってるけど、いいね。あっと、なかなか点が入んないまま進んでったね。凄まじい投手戦が繰り広げられたね。ちょっと見てみるか、この凄まじい投手戦。わっすげえ、なんだこの当たったらホームランみたいなやつ。投手戦、高杉対神保。なぜ神保をこれ抑えられてるんだ、うちなんでこれうち抑えられてるんだよ。ちょっと頑張ろうぜこれ、ちょっとこれは頑張ろう。高杉に申し訳ないと思う、これさすがの高杉にこれ申し訳ないでしょ。おーし、いいね。さすがに高杉に申し訳ないと思う打線みんな。そしてサードに知らんやつが出てるな。サード知らんやつが出てる。誰だ米沢、誰だお前誰なんだお前は一体、お前って誰なんだお前は。新田と結城が出てたな。なぜか米沢が出てるな。一体誰なんだお前は。謎の男米沢、突然の登場。おーし、センターフライだろう。OK。で、9回に1点取らないとまずいんだよ。そしてなんで2安打完封されてんだ、うち。荻野が1回打っただけか。1点取りいこうか。ここで荻野が出て、盗塁すれば、まあ、盗塁できるから絶対。総力ほぼ C で。おし、いいね。これで盗塁できるはず。向こうのキャッチャーの方見てないけど。向こうのキャッチャーの方はどうなんだ、新田、向こうも新田か。これは盗塁できるな、まあ、これは一回待って、うん、これはじゃあ盗塁しようか。はい、 OK。 盗塁 A を伊達、盗塁 A は伊達じゃないね。ファイト、岡ちゃん、岡ちゃん引っ張って引っ張って攻めて進塁だ。 OK、 岡ちゃん最高の働き。いや、これで高杉が報われるね。さあ、ついに得点が入ります。さらに徳山盗塁いけます。うん、調子に乗っちゃいけないってことをね、今岡ちゃんに思わせたかったね。岡ちゃんに一旦思わせたかった、調子に乗っちゃいけないよっていう。まあこれもアウトか。まあ徳山にも調子に乗っちゃいけないよっていうのを伝えたかった、それだけで、それだけでこんす。あ、スタミナ上げれないのか誰も。そうかそうか。じゃあここはラッキーボーイを使って、まず最初にランナーの目をつむ。よし、大丈夫だろう。 OK。 さあ次が、これだから、そう、まさか高杉も 100球以上投げるとは思わなかっただろうね。平林はこれ以上投げてるからな。お前が憧れている平林は、高杉が憧れている平林はこれ以上投げてるからな。さあもう死ぬほどスタミナがない。ここはもうピッチャー交代だ。いや、これは変えざるを得ないな、これは変えざるを得ない、さすがに。まあまあ1打席ぐらいは抑えれるだろう。年齢
ピッチャーアップかな。で、これで抑えてくれ。萩原抑えてくれ。大丈夫だよな、萩原な。大丈夫だよな。大丈夫だよな、萩原な。大丈夫だよな、お前な。よし。いやー、よかったよかった。さあ、2回戦突破です。ありがとうございます。これで地区大会出場は決定したということですな。よかったよかった。新生輪島高校、辛くも勝利。うん、いいね。どんどん上がっていくね。さあ、ということで今回はこの辺で終わりましょう。それではまた次回。さよなら。